合津塩沢駅は、福島県南合津郡多田町大和塩沢座、上田にある東日本旅客鉄道多田線の駅である。合津線の合津川口駅から多田駅までは電源開発の専用線を利用して1963年8月20日に開通しているが当初この駅は設けられなかった。この駅は、開通2年後の1965年2月1日に、本名駅、 合津越川駅、合津大塩駅とともに開業している。短式ホーム一面一線を有する地上駅。ほぼ北東から南西に走る線路の北西側に短いホームを添えただけの簡単な作りとなっている。ホームは列車1両分の長さしかないため、2両以上の編成を持つ列車では、前側の車両の扉を使っての乗降となる。合津番芸駅管理の無人駅で、 駅舎はないがホームに接して小さな待合所がある。後に保線用の小さな倉庫が増築されている。2004年度の乗車人員は1日平均0人。駅の南を国道252号が走り、そのさらに南を只見川が流れている。駅の東には上田集落があり、国道は駅の西側にあるより岩橋で只見川を渡っている。 駅の北東では、約300メートルほどのところで、小塩沢が、約500メートルのところで潮沢側が、た見川に注いでおり、た見線と国道はこれらを橋では当たっている。駅付近の集落としては、上田の他小潮沢と潮沢側に挟まれた地点にある、林崎、潮沢側の佐賀にある高潮があり、さらに上田の集落の東の外れからは、 只見川対岸の豊島集落へ、豊島橋が伸びている。駅の南には、標高およそ900メートルの和紙が、倉山がそびえている。ありがとうございます。